松岡眉、最高の教師、ますます怪しいハス、松下洸平、黒幕説。加藤聖志郎の神、号泣シーンに隠れた、妻との不可解な会話。9月16日、の教私一年後、私は生徒にされた、日本テレビ系、土曜夜10時の第9話、償うことに迷えるあなたへが放送される。 前週放送の第8話では、事件の黒幕と疑われていた佐ガら加藤聖志郎、22区が共駐をき物語は大詰め。視聴者の考察が盛り上がっている。第8話、本当をさらけ出さのあなたへ、の内容は以下。うぐもり、足田学19、が転落死した日、部外者の浜岡、青木ゆず、22。 が生徒の格好、学校に来ていたため、三年 D 組の教室で彼と繋がっているサガラが球団される。そこに担任の球場リナ、松岡が入ってくると、サガラは、あいつは、俺のせいで死んだ、と言い放つ。その一言に生徒たちが動揺する中、こちら、トーマ麻ミ16が説明するよう叫ぶが、サガラは、説明できねえ、と言って出て行き、 サ田ダ、立花祐希、21つが後を追っていく。するとリナは、サガはうぐもりの事故を自分が起こしたとは言っておらず、憶測で決定してはいけないと、犯人探しをやめさせようとする。そんな中、浜岡から元カノの江波本田瞳二十一ミ、21に電話がかかってくる。江波は学校にいると伝えると、サガとの関係を問う。 すると浜田よ、と,田田と告げた。一方、リナは、サコだからサガラを救ってくれと頼み込まれ、罪を覆す方法はないと断ったのだが、サガラと話すために彼の家に向かい、という展開。この後、サガラは教室で自身の言葉の意味を説明し、涙ながらに謝罪した。 その際の加藤の演技に、母性役を演じてた時は、ちょっと無理があるんじゃないのと思ったが、ただ、ごめんなさい、という言葉だけを言い続け、泣きじゃくる演技をここまでやりきれるのは、加藤正志郎じゃないとできない、など、賞賛の声が相次いでいた。